美容整形版令和の虎、令和の裏、美容整形版令和の裏、ゴン・テオンさんの回です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。僕ら選ばれなかったですけど、ね、はい、しょんぼりだな主催者を選ばないなんて、みんな俺が教えた先生やねんね。いや、はい、まあいいや、存じ上げてます。そんな、まあいいけど確かに。なんか感想出てみてどうだったのか、緊張しちゃった。いや、まあ細井先生がいらっしゃるってなって、まあケチョンケチョンに言われるんちゃうかみたいな。自分の知識はもう絶対勝てないっていうのは分かってるんで、何を言われるかっていうのも、まあ前田先生もやっぱり自分の考えとかプロフェッショナル理論があるので、どんなこと言われるのかなとは思ってたんですけど、まあ無事整形できるで、あの、上がったので、良かったなと思ってます。いや、全員でしたからね。やっぱ人柄だと思いますけどね、完全に。僕ね、なんか、運営側から、先生、今日の志願者は嫌な野郎ですよって聞いてたんですよ。え？まあまあ。なんでそんな言われてんの？みたいな。だからちょっと構えててね。はい。全然好青年だったんだけど、どの辺が嫌だったの？その面談の時は嫌な野郎感出してたんですか？面談の時に、その整形箇所の話あったの。はい、ですけど、うん、それ必要あるみたいなところを、うん、多分そのドクター目線ではなくてカウンセラー目線で結構ズバズバ論破してたんですよね。うんうん、人もこういう理由だから受けたいとか、うん、脂肪系もこういう理由だから必要なんですっていうのを言ったら、うん、多分そう見えちゃった。あ、だるって感じね。あ、そうです。絡みだるって感じね。だから事前面談とかって、まあ、ズームだったりとかするじゃないですか。はい、ほんと人柄伝わんないですよね。僕ほら美容版やってたじゃないですか、うんうん、でこれ美容整形版ね、今回麻生先生始められて、うち美容版の時はもうお金取りますよって言ってたんですね。その日は割引はしますけどね、こんなただでいきなり大盤振るい場合じゃねえかっていうね。何このいいチャンネル。いやいや、どうした方が美容整形の良さが伝わるかだからね。まあまあまあ、けどさ、だって今のね、例えばですよ、さっきのフルで全部やったとしたら、多分700万、800万かかりますよ、普通に。かかるね。うん。それだって宝くじ当たったようなもんですよ、マジで。はい。それを全部クリニックが被るわけだからね。はい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 。ゴンさんに言うことじゃないかもしれないけど、それぐらい僕らもコスト払ってやってるから、もう PR してほしいなと思いますよね。あ、もちろん、あの、YouTube もやってるんですけど、止めてて、もうこのタイミングで再開します。あ、なるほど。なので、うん、そういう宣伝もできればなと思ってます。そうね。そこはやっぱ追っかけていってね。はい。やってもらいたいかなと。だけど、今日の回はね、すごい先生、僕らも、なんですか、こんだけ知識持ってると話しやすかったですけどね。あ、本当ですか。共通言語があるからね。いや、そうですよね。カウンセラーさんだったらね。なんかこう、一からこう説明していると、むちゃ50分じゃ足らないじゃないですか。そうですね。うん、ルフォーとはみたいなところから始めてね。うん。でも、その80点を100点にする手術っていうのをなかなか受ける先生いない。大体みんな、もう君もリスクもあるんだから、80点が60点になるかもしれないよっていう先生が多い中でね、あの、たまたまこの回に山本先生キャスティングしちゃっただけだからね、志願者さんにとってはすごい良かったかなと思うんですよ。確かに鼻はね、やっぱ僕ちょっと気になってて、耳の軟骨もしっかりありそうだし、こう伸ばせばすごく良くなるなと思ってるんですけどね。うん、山ちゃんはね、わしばなにうるさいんで。わしばなだよね、ちょっとね。ちょっとだけそうっすよね。だからそのままね、このわしばながそのまままっすぐ行けばいいね。鼻もじゃあ、山先生がやるってことになるかな。鼻は前田先生やんですね。お願いしたいです。前田先生がやるんか。しかもだって札幌に住んでるから、やっぱりその防具がね、はい、あの、利便性いいですよね。そうですね。もともと知り合いだったのね。そうですね。もうそれも偶然だよね。それも偶然です。なんかやらせっぽい感じに見えちゃうけど、うん、でもまあ志願者さんが持ってる運っていうのはあるよね。うん、いや本当そうですよね。だってドクター毎回違うんですよね。毎回違う。一応なんか面白そうになるようにと思って、今回はあの細井先生は数字取れるなと思って呼びましたけどね。いやもう本当遅刻してすみませんでした。もうそっから数字取ってっからね。いやけどとりあえずこんな何全部無料になる企画なんですかこのチャンネル。まあちょっとどういうのが正しいかわからないし、僕らも手探りでやってるから、でも思いとしては美容整形って今いろいろかわいそうな患者さんとかいっぱいいるのよ。はいはいはい、なので、その美容整形に対する、その、イメージよね。そう、美容整形ってこんなんでしょうとか、こんなお金取られてとか、悪いイメージがつきつつあるから、素晴らしいもんですよっていうことを伝えていきたいっていう気持ちがあって、うん、だから、
自分のクリニックの先生たちだけのアピールではなくて、はいはいはい、まあ僕がいいと思うドクターをキャスティングして、あの、ビフォーアフターを出していくということは、業界のためにやっていきたいなと思って、だから、哲先生呼んだり、辞、うん、めた山本先生呼んだり、辞めた細井先生呼んだり。いや、これがね、本当麻生先生、すごいとこなんですよ。うん、こういう人が結局多分最終的に業界のトップになっちゃう。うん、いや、本当に。普通読めないですよね。いや、普通そうだってね、自分のクリニックの先生たちとかから不満出ないかなとか思っちゃうじゃないですか。うん、まあまあ、出るよ。出るんかい。そう。ね、もっと僕たちフューチャーしてよってなる。まあまあ、そうなんだ。そういう思いは残ってる子はあると思うけども、うん、まあ、まずその前にもっと対極的な目から見て業界を良くしていきたいっていう、ね、うんうんうん、さっきもね言ってたけどヒアルロン酸120万で入れてぺったんこみたいな、はい、うん、よく来るのよそれ、うん、本当に悲しいですね、うん、それでもうそこで不信感あるから美容整形外科に対して、うんうん、うちに来た時にももう懐疑的なのよ、あ、構えちゃうよね、そう、もう覆すのすごい大変で、うん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 、そういうところを訴えていきたいなと思ってやってて。そう、けどこのコンセプトは、もう麻生先生いなきゃ絶対できないから。はい。だって、他のクリニックの、多分僕みたいなね、小クリニックのオーナーで、全部タダでやるぜってやつ、なかなか、この考え方ね、やっぱトールピしかできないんですよ、マジで。トールピ出た。トールピしか。トールピ若いの。だこれぐらいね、やっぱこう業界に対して、すごいこう、要は俯瞰的な目線を持ってる先生いないんですよ、今はね。細井先生がそう言ってくれてよかった。まあで、出てくれてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか顔さらして何十万人も見るチャンネルでね、あの整形の話ができる人ってなかなか少ないと思うんでね、うん、今回はこれでよかったのかなと思います。じゃあ、美容整形版令和の裏ゴン・テオンさんの回でした。ありがとうございます。ありがとうございました。概要欄貼っておきますのでそこに飛んでいただいて、こんな素敵な企画ですよね、何から何までやっていただいて全部ただ、うん、これはちょっとやばいんで、ぜひともですね、この動画を見ていただいて、整形して人生変えてやるぞというふうに思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひとも志願者としてお申し込みいただきたいと思います。はい。はい、最後に麻生先生から視聴者の方々にメッセージをいただきたいと思います。そうですね。はい。お金がないけど整形がしたい。はい。いっぱい悩んでる人多いと思います。はい。ぜひご応募ください。あと写真がいりますね。あ、なるほど。はい。はい、応募の時には現状の写真が必要なんですね。はい。はい。ビフォーの写真をですね、はい、撮ってください。はい。まあ顔だったら顔。はい、まあ胸だったらね、水着着て撮ってもらってもいいですし。そうか。はい。包業手術もあるんですね。ありますね。はい。どんな悩みでもいいんで、はい。美容整形の悩み。はい。はい。ご応募ください。はい。わ、はい、かりました。ということで、いよいよ。美容整形版が始まることになりましたんで、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今日はありがとうございました。